はい、どうも、ピンハゲです。はい、ということでね、今日は、ベースでね、簡単に弾けるコード、まあ、和音ですね。簡単に弾ける和音を、2種類、2つ紹介したいと思います。で、ベースでの和音弾きというのは、まあ、ベースというのは低音ですので、低音の和音ってね、結構こう、アンサンブルの中で弾いたら音が濁りやすく、濁ってるように聞こえてしまうので、あまり使えるね、音ではないんですけれども、例えばある楽曲の中でギターとかドラムがね、あまりいないセクション、そういうセクションで和音を使ってあげると、結構ね、エモく聞こえたりとか、よりおしゃれに聞こえるといった特徴がありますので、といった特徴がありますし、結構バンドとかね、そういうアーティストの中でベースの和音が使われることって結構増えてきてるんですよ。結構最近の曲では見受けられます。なので、まあ、常に和音で弾くとかいう使い方よりは、ここぞという感じで、必殺技みたいな感じで使うと、結構気持ちよく聞こえるんじゃないかなと思いますので、ぜひね、今回紹介する2種類の簡単な和音がありますので、それをね、コピーしてる曲とかオリジナルの曲とかに、組み込んで、見たら、面白いと思いますので、ぜひやってみてください。はい、そして今日ね、紹介する、和音2種類どんなものかと言いますと、まあ、簡単に言いますと、マイナーコードで使える和音とメジャーコードで使える和音という2種類になります。で、マイナーのコードの上でね、メジャーの音を使ったりとか、メジャーのコードの上でマイナーの音を使うとめちゃくちゃ気持ち悪くなってしまいますので、まずはネットとか、バンドスコアとか見て、まず曲のね、コードというものが、載ってますので、それをまず見ていただいて、で ABCDEFG というローマ字の後にですね、ちっちゃい M のローマ字を探してみてください。ちっちゃい M があるというコードは、こちらはね、マイナーコードと言われています。マイナーコードと言われておりまして、響き的にちょっと悲しくなるような、響きになります。で、逆にちっちゃい M がないコードが、こちらがメジャーのコードになりますので、こちらね、マイナーと比べますと、こちら明るい感じのコードになっております。はい、それではね、この2種類の和音をベースで弾いてみたいと思います。はい、まず最初にですね、和音を綺麗に鳴らすポイントですが、和音はね、なるべく高い音の方が綺麗に聞こえます。逆に低い音の方が濁って聞こえます。はい、高い音の和音だとこういう感じです。これ全く同じ音を低い和音でオクターブ下で弾いてみますと、このようにですね、高い、なるべく高い音の方が、和音をね、綺麗に聞こえますので、綺麗に聞かせたいという場合は、高い音のね、和音を意識しまして、逆にちょっとこうね、濁らせたいとか、故意的に濁らせたいなんていう場合は、低い弦の方でね、低い音で和音を出してあげるとちょうどいい感じになると思います。はい、それではね、メジャーコードの上で使える和音の押さえ方を紹介します。はい、まずね、メジャーコードの、和音の押さえ方ですが、まずね、ルート音を弾きます。ルート音をまず中指で押さえましょう。中指で、今回はね、2弦の12フレットの、この、D の音をね、ルート音にしたいと思います。この音ですね。この音をルート音にします。で、メジャーコードの和音の音は、1フレット下の1つ弦を細くした音です。ここです。つまり、1弦の11フレットの音。この音が2弦12フレット D の音のメジャーの音です。理論的に言うと、こちらメジャーサードというね、3度の音というふうに言われます。で、次にマイナーコードの時に使える和音を紹介しますが、こちらはね、すごく簡単で、今押さえたメジャーの音の1個下のフレット。この音がマイナーコードの時に使える音になります。どうでしょう？メジャーの音と比べてすごい、悲しい響きに聞こえますよね。これがマイナーの響きと言われているものです。で、こちら理論的に言うと、マイナーサードと、サンド、マイナーサンド、タンサンドなんて風に言われたりもします。こちらが、メジャーのサンドの音、こちらがマイナーの音、マイナーサード、タンサンドと呼ばれている音になります。では実践的にね、ちょっと弾いてみようと思いますが、例えばルート音がこのような、ありきたりなコード進行、ルートのコード進行ですが、こちらのルート音をね、和音にしてみたいと思います。最初の音がメジャー、2番目の音もメジャー、3番目の音をマイナーという順番で和音にしてみたいと思います。それではいきます。こんな感じの響きになります。和音になるだけでね、一気にこう雰囲気的になるというか。で、このサードの音、サンドの音はですね、すごいコード感が出る強力な音と言われておりまして、で、この3度の音をね、ルート音に追加するだけで、かなりコード感というものは増すという特徴がある音でございます。はい、このようにね、コードネームの横に、ローマ字の小文字の M がない場合は、メジャーで使える音、つまり、ルート音に対して、
1フレット下の弦が1つ細くした音、この音が使えて、逆にコードネームの横にローマ字の小文字の M がある場合は、さらにもう1フレット下、このメジャーの音の1フレット下の音、ルートに対して2フレット下で1つ弦を細くした音、この音同時に鳴らしてあげるとコードにぴったり合うね和音が鳴らせますので、ぜひね、試してみてください。はい、いかがだったでしょうか。今日はね、簡単に鳴らすことができる和音紹介してみました。で、こちら実践でね、ガツガツ使っていけるかといったらそうではない、音なんですけれども、ここだって時に使うとね、めちゃめちゃ弾いてても気持ちいい、音になっておりますので、ぜひ皆さんね、試してみてください。はい、それではね、いつも皆さんコメントありがとうございます。本日もね、何か聞きたいこととございましたらね、コメント欄に、書き込んでください。お願いします。では、バイ。